こっち来る。やばい。やばい。やばい。こっち来る。助けて。どうも、美人でございます。僕の夏休み4、瀬戸内少年探偵団、僕と秘密の地図ということで、本日から、僕夏4をね、やっていきたいと思うんですが、皆さんどうもお久しぶりです。覚えてますでしょうか？あのね、なんでこんな YouTube 投稿期間が空いてしまったかと言いますと、まあ、ちょっとリアルの方が忙しくてですね、動画撮る時間がなかったと。なんで、まあ、Twitch の方とかはちょくちょくやってたんですけど、まあ、今日からね、久しぶりにね、YouTube で実況していきたいと思います。どうぞ、よしなに、お願いします。はい、ということで、今日も元気に実況していきたいんですけども、この動画ね、投稿されてる頃って、8月のもう終盤の終盤なんじゃないかなと。というのも、この動画撮ってる時点でね、8月25日なんですよ。なんで、あと、一般的な夏休みで言うと、あと6日しかないんですけれども、本当は31日に終わらせたいなと思ってたんですけど、おそらく9月に入ってしまうので、まあ、その辺はね、お許しいただければと思います。それでは日記帳に名前を書きましょうと。4年生に上がりました、僕は。今まで、1、2、3で1年生、2年生、3年生ってやってきたんだけど、3年生の時にね、ちょっとクラス分かんなかったんだけど、確かね、4年は俺覚えてるぞ。4年5組だね。一番端っこのクラスだったんで、多分覚えてます。で、なんだっけ、普通にパピチンでやってたっけ？パピチンで行きたいと思います。はい。ではよろしくお願いします。4年5組。パピチンで。いいね、このね、真っ青のね、車窓から見える空と白い雲ね、好きだった。俺も好きだった。いや、この間さ、いきなりオープニングで喋り続けるのも良くないかもしれないけど、いや、この間琵琶湖の方に遊びに行ったんですよ。1時間に1本しか来ないような電車でさ、まあそこから、まあ、琵琶湖を眺めながらね、電車で移動してるっていうね、ああいうエモさがね、いいよね。なんとか諸島ね、諸島から始まるのは定番なんで、なんとかかい、瀬戸内海かな。うん、寂しくないの？それより夏みかん食べ放題が気になるぜ。新幹線の駅まで迎えに来るんだって。夏休み中ずっとあっちにいるんだ。え、左サイモンいない？ウサイモンじゃないの？期待度高い。この髪の毛はな、なんだっけ、この新幹線小玉みたいなやつ。毎回あれだよね、僕の声は変わってるよね。あれは8月1日のことだった。まあもう8月25日なんですけども、夏休みのね、初日を思い返しながら、やっていきたいと思います。なんか今回めちゃくちゃ熱い曲なのかな。ロックンロールチックじゃない、アップテンポの曲じゃない。今のところとイントロだけじゃまだわかんないけど、まあ、おそらく著作権に引っかかるんで、まあその辺はご愛嬌ということで、バリバリな流してはいく。ここをカットしたらやっぱ僕なんか始まったって感じしない、感じがしないからね。なんだろうね、なんかスピードとかなのかな。おそらくカバーだと思うんだけど。いいね、このさ、カラッとした夏、自転車で走るのいいよね。来るぞ。銀にさりげなく、マッチじゃん、マッチでーすだった。知っとるわ、バリバリしてた。ギラギン、あ、ダンカンもいる。75号ってなんだろう、ワンちゃんかな。まあ、ナレーション、でも今回ナレーションダンカンじゃなかったよね。バリバリ呼び捨てにしてるよ、ダンカンさんで。本日もよろしくお願いします、ダンカンさん。中学で、多分僕の層はね、中学生の時一回やったと思うんだけど、全然覚えてない。何？すごい神聖な気分で、できます。大丈夫？なんで？だって、海だよ。瀬戸内海で、夏みかん食べ放題とか言うから、なんか、愛媛とかそっち系なのかな？宇和島みたいな。もっとサイモンじゃない？やっぱ。え、俺サイモンだよね。え、ってことはあれ、病院のお姉さんかな、看護師さん。付き合ってる言うてたもんな。狙ってたのにな。サイモンに取られちゃったからな。え、このサイドがいい。明るめのね。潮町桟橋。多分海にも今作入れると思うんだよな。入れた記憶がある。本当にそれぐらいしか記憶にない。
田舎だね、この集落というかさ、家がポツポツポツってしかないやつ。お疲れ様。荷物重くない？うん、大丈夫。おばさんって感じのおばさんや。いやなんかね、都会もう便利でいいんだけどさ、やっぱこういうとこ来ると本当に伸び伸び過ごせるからいいんだよな。よお前誰だ坊主。おっさんこそ誰だ坊主。相変わらず口は悪いです。親戚なの。挨拶できる？おっさんは75号？そう、船乗りさ。もう75号って船だろ。え、船喋る？もしかして俺の船はこの潮町桟橋からあの島まで行くんだ。あっちの島だからあっち島。じゃあおばちゃんちは最初から行けんのかな。こっち昼の間だけ通れる小さな橋でここに繋がってるの。こっちの島だからこっち島。あっちこっち島ね。あいつどいつこいつみたいな。でこの姉妹は何でしょうか。しまなみ。こんにちは。おじちゃん。そう。おばあちゃん。そう、何年ぶりだろうね。ワンコもいるやん。僕全然覚えてないや。なんで？大きくなってから初めて会ったからね。だから毎年夏か正月くらいはよ、一族みんな勢ぞろいさせなきゃダメって言ってんの。でもなかなかね、遠いからね。真っ黄色きた。おはよう。おはよう。おたく誰？夕方に起きてきておはよう誰はねえだろ。で誰？僕は僕。あ、おじさんちの今日だったんだね。父上母上歓迎会とかすんの？うわ、タイとか何もしないよ。ないの？月の終わりまでいるんだからなんでよ、初日ぐらいいいじゃん。私は漫画姉ちゃん。呪術廻戦とか書いてる？さーて、荷物はこれでいい？お、昆虫採集セットやん。うん、虫をたくさん捕まえて絵日記に書くんだ。なるほど、絵日記を自由研究にするのか。私のことも書く？うん、何でも書いていいし、毎日何枚書いてもいいって先生が言ってたんだ。もう俺の部屋で何してんの？あ、太陽。この辺の声優さんはあんま変わんないね。僕くんがさ、なんだろう、あっさりした しんのすけにしか聞こえないんだけど。本当に俺の部屋で寝んの？オタク、最近言葉遣い悪いよ。姉ちゃんは言葉遣いが壊れてるよ。ルフィにしか聞こえねえ。 あっちの机使わせてあげてね。減るもんじゃねえだろ。あっちの机ってなんだろうね。もう使ってるじゃん。こっちの机か。え、もしかしてこいつと同棲？相部屋かよ。え、ボタンを押してサブ画面に入りましょう。え、日記で書いてみる？所定日記。これ終わんないよね、さすがに。え、日記は書きたいことがあるときなら一日何度でも書くことができます。これ、あれか、4からかな。え、これこまめに書けるのはいいことだね。新幹線でビューン。おじいちゃん家にやってきた。ビューンと早い新幹線。光なのに？風のよ。光かこれ。これでいこう。ポエムチックで。僕くんなんか、かなり美化されてるというか、お前自分の顔描くときだけなんか、ずりーぞ。そんなんじゃねえだろ。お前そんな、髪爽やかな感じじゃないだろ。ほいでは、やっていきましょうか。あ、でも、確かに髪型、絵日記通りじゃ絵日記通りが、なんか、爽やかな感じの、混ぜてるね。もっとガキっぽくていいんだけどね。窓から眺める景色はちょっとなんか南国チックというかさ、さすが海沿いのお家って感じだよね。太陽の机の上に超人ザザボボンガ、ん？ザザポポガンガンの人形がある。俺、習字正義って書いてあるけど。孫正義かな？小さな本棚がある。必勝男の生き方。うわ、なんか、こう文消しというかさ、金消しというか、懐かしいな。その時代生きてないんですけどね。こんにちは。お姉ちゃんって面白い人だね。面白いっていうか変だろ。俺もいつも困ってんのよ。お前なんか腕とか足が伸びそうだな。まあしょうがない、部屋は勝手に使いな。
人のもの盗むんじゃねえぞと。まあ、セリフはね、多分各キャラ2回ずつ聞けると思うから、まあ、こまめに聞いていこう。まず部屋のさ、家の間取りを覚えていかないとね、迷子になると、それだけ時間過ぎるからね、普通にお姉ちゃん家入れる。いや、もう夕方かい。はいや。今日は外出れねえな。その押し入れはここ繋がってんのかい。隣の長女の部屋と共用になっていて、向こう側へ通り抜けられる構造だった。こんな秘密の通路があったんだ。先行ってくんない？これ時間ロスしちゃったよ。でも確かに扉になってるわ。うちの家もそんな感じだね。実家も兄の部屋と繋がってたんだけど、負けることはほぼなかったね。こっちは？こっち行ける？こっちも下だ。両方下か。すごいことだな。ここトイレじゃね？大体。階段下っつうのはよ。そうだよね。結構出るね。まあ、何を出したかっていうのは皆さんのね、ご想像にお任せしたいと思うけど。まずマンガネの膝の上に乗ってな。めちゃくちゃたくさん寝たよ。寝すぎて起きた時メイクついて開かないんだもん。なんだそれ。しょうがないからまた寝ちゃったよ。そうなんだよね。遅く起きるとさ、逆に眠くならない？必ずしも2回セリフがあるとは限らないか。ビデオデッキね。懐かしいね、この VHS だっけ。テープでな、塗り替え塗り替えでやってから、これ録画しといてになんで消すのみたいな、そういう家族の揉め事があったりもしました。おばちゃん、美味しい晩御飯を頑張って作ってるから期待して待っててね。めちゃくちゃアピールしてくる。そうだ、もしお魚を釣ってきたらおばちゃんが料理してあげるから行ってちょうだい。ちっちゃいやつでもいいの？そうよ、どんなに小さくても数がたくさんあれば立派なおかずになるからね。いいね。釣ってからどのくらいの間なら料理してくれるの？めちゃくちゃシステム的なこと言うじゃん。生物だから24時間以内かな。うん、分かったよおばちゃん。24時間って5日くらいだっけ。今回の僕くんはバカです。でも僕まだ釣り竿持ってないんだ。あらま、そうなんだ。うちに余ってたっけな。どっか手に入るかな。でも僕まだ釣りあれかな、お父さん持ってそうじゃない。その辺も探しつつ、とりあえず今日の冷蔵庫はおばちゃんに私魚を確認しますか。ああ、そういう感じなんだ。晩ご飯当てクイズとかないのかな。なさそうだね。今回は海がテーマっぽいよね。あ、お風呂あるじゃないですか。夕方に先に入っちゃおう。今の時間は入れないと。そういうこともあるよね。ちゃんとね、いつチューするかわかんないから、お口の中は清潔に保っておこう。それが男でも女でもな。結構あ、歯磨きカレンダーこれ。あれだ、ラジオ体操と一緒のシステムだ。夏いかごに綺麗に折りたたまれたバスタオルが入っている。いいね、マジで綺麗だね。顔も綺麗綺麗だしな。今の小学生とか綺麗綺麗のあの作画知ってんのかな。見たことなさそう。 R ボタンで虫網装備。結構親切なシュートリアル出てくるな、今回。ただ、相変わらず、方向感覚というか、距離感がつかめないので、ね、大名せせり。なかなか沼りそう。あ、そういう感じで書いていくの？いいね。おばちゃん。おばあちゃん。長いこと新幹線に乗ってきて疲れたかい？気づいたくなるよな。やべ。小玉光の速さがすごく速かったろ。でも本当はそこまで速くないんでしょ。もう冗談がわかるんだね。嘘じゃないの？嘘と冗談は違う。自分の何かを隠そうとするのが嘘。うん。アホだと思われてもいいやという気持ちで言うのが冗談。守りと捨て身の違いじゃ。なるほどね。わかりやすい例えやね。あんまり嘘はつかない方がいいよな、正直。ボケ通ることになるかもしんないしね。よろしくね。何よろしくね。どういうこと？新しい相棒来た。
ベニシジミ。おい、ワンコ、名前なんつんだ。こんにちは。君はなんて名前？ワンワンな。犬小屋の入り口の上に犬の名前が書いてあった。君の名前はウルトラ？強そう。その時なぜか私は。ねえ、僕とどこかで会ったことあったっけ？このおじの家の犬が小さい頃仲が良かった近所の黒犬に似ていることに気がついた。あの犬名前なんて言ったっけな。そいつ買ったんかな。確か大きさはもっと大きかったかもしれない。その子供なのかな。色はこの犬と同じ真っ黒で、いつの間にか死んでいなくなって、お墓があるのかないのかさえ私は覚えていなかった。なんか今回のセリフ回し国語の教科書みたいでいいね。これ何？あ、ここ扉なんだ。あ、おばあちゃんの部屋かな。おばあちゃんの下着もね、ちゃんと見ておかないとね。どういう下着つけてるか。このゲームに登場する全員が、女性全員がね、あれだからね、ターゲットだからね、俺は。これで、今何時か分かりやすくなったんじゃない？あ、時間だね、これ。経過してってね。で、そろそろ6時になるから多分ご飯なんじゃねえかなと。こっちか。ご飯だよ。やっぱ6時っぽいね。飯時は人が多いと賑やかでいいね。わかる。今年は盆休みに合わせてみんな一緒に帰ってくるように言おうかね。すげえ大人数になんない？あれ、お姉ちゃんは？あいつはね、一緒にご飯食べねえの。好きなことやってっから。教育上よろしくない存在だよね。わからなくはないけど、でもそれ許してくれるのもまたいい家族だよね。このさ、ゲストが来た時だけに出されるこの臨時の食卓、これいいよな。臨時テーブル、なんか にぎやかな感じするよね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この地方には昔水軍と言われる人々がいたんだ。水軍？要するに海軍とか海賊さ。最初は海のならず者集団だった水軍も、江戸時代になって藩ができた時、その制度の中に組み込まれていったんだが、そこで彼らは今までに集めた莫大な金や美術品をどこかに隠したんだ。どこに？わからねえ。それにしても父上は海賊の話が好きだね。バカ。お前、海賊じゃない。違う世界では海賊やってるじゃないか。どう違うの？おや、興味ある？あるある。いいね。水軍はこの地方の島々に財宝のありかを記した5枚の風地図を隠した。あ、あった。何それ、初耳。お前が今まで興味を示してくれなかっただけ。学士ねえ、その古い地図はどこにあるの？それを全部探すのが夏休みの宿題ってのはどう？いいね。そして財宝独り占めさ。んー、でもちょっとしんちゃんっぽいんだよ。いや、なんでもないよ。今回それ目標にしていこうか。あ、ここんち変な人ばっかし。アイスキャンディー言ってる。そうでしょ。ノアは大阪の美大に入ったら少しは落ち着くかと思ってたんだけど、全然変わんなかったのよね。お姉さん結構、結局私たちも未だに子供扱いしてるし。年上なんだね。おばちゃん、今アイス食べてなかった？え、気のせい気のせい。もう丸見えだけどな。あ、お風呂入んなきゃ。お前とかよ。男のこと風呂に入るのは久しぶりだな。ちょっと期待した俺が悪かった。小さい頃はほとんど全部マコが入れてたんだ。マコって誰？おばちゃんのことさ。太陽やノアのお母ちゃん。夜も漫画描いてんのかな。描いてるね。ねえ、なんでお姉ちゃんは漫画姉ちゃんなの？確かうちの母上が最初に言い出したんだよ。私が漫画ばっかり読んでたから。あ、読んでるだけなの？大阪の美大入ってからは私もちょっぴり落ち着いたから、今では完璧に大人扱いしてくれるけどね。そんなことなさそうだったけどね。おばちゃんはお姉ちゃんは未だに子供だって言ってたよ。あ、何それ。僕は将来お笑い芸人になろうと思ってます。すごいね。僕の得意技はモノマネです。
今日はアッキーさんに僕のモノマネを披露したい。一旦ベッドで寝とくか。姉ちゃんのな。私はこれ無理か。で会社を辞めました。でもなんか画材いっぱいあるからやっぱそういうアーティスティックな部分もあるね。ということが書いてありますけども、へい、話そうぜ。ねえ、ここの島の子たちはみんなどこに集まって遊んでるの？ああ、集まる場所なんてねえよ。いや、これあるな、秘密基地あるだろ。くそ、隠してるなこいつ。ああ、じゃあ今日は一旦、あ、夜の景色見てこう。夜の海、暗星が見えるかなと思ったけど、そんなことはなかった。おい、じゃあ絵日記書いて寝ましょうか。明日からね、虫とかその辺やっていこうか。あの犬の名前は何だっけ。なんだか思い出せないなぁと。猿ちゃん、ウサギちゃん、ワニちゃん。あ、溜まった分書けるんだ。へぇ、じゃあどんどん書いていこうか。おなら2回したけれど全然バレなかったんだ。くせえな。これ、湯気じゃなくておならだったのか。はい、ということで。まあ、初日はね、まあ、話しかしてないけど。明日から探検行こうか。ほい、じゃあ2日目、おはようございますです。まずはラジオ体操からだよね。これ定番ね。お姉ちゃんは相変わらずやっぱ起きてこないね、朝は。お姉ちゃんが朝起きると嵐が来るとか、そういう感じで言われてそう。まあ、結構、なんか向かい側の島発展してない？あれが本島とかなのかな。じゃあ、いただきます。何、朝からカレー？いただきます。なんだろうね、カレーっぽいけどね。僕もそう。僕のおかず取るなよ。のんびり食ってるからいけねえんだよ。じゃあ、俺とどっちが早いか競争しようぜ。望むところだ。早食いも良くないぞ。早食いはいけません。そうだよな、お腹痛くなるからな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。太陽、今日は島を案内してあげなさい。ああ、いいよ。じゃあこの後玄関の外で待ってっから。お、まあ一人で冒険も良かったけど、まあそれはそれでいいな。なんかこの会話、これ何の、インニオブジョイというから始まるの。こんな座り方しとったお前。どっちだ、どっちがどっちだか分からん。玄関こっちでいいんだよね。これ裏が勝手口か、これ。あ、よかったよかった。こっちでいたな、太陽。こっちはいけない。まずおばあちゃんに挨拶。緑は前に水をあげると喜ぶんだ。ほら、綺麗だろ？いやな。相変わらずこのね、僕夏の移動方式がね、慣れないんですよね。向いた方向に行って走り出すみたいなね。なんか音声ないな、この辺。フルボイスとそうじゃないのがあるのか。ここに洗濯物を干すとみんな海の匂いがついちゃうんだよね。確かに海沿いの、あれだね、洗濯って大変そうだね。潮風がな。お前着替えてきたん？よ、来たか。うん、来たよ。食い気味ね。じゃあ始めるぜ。これは何を隠そう、うちの物置だ。広いね。珍しいものは何も入ってない。そんなどうでもいいことまで教えてくれなくてもいいよ。いいのいいの、遠慮すんな。遠慮したわけじゃないんだけどねって。チェ、今日は何にもいねえぜ。トカゲとかいるんだよな、ダンゴムシとか。これはな、地面に落ちてるコンクリブロックの下に虫が隠れてることがあっから、ブロックをめくってチェックしてるんだ。いろんなところにあるから、お前も頑張って探してみな。うん。この間クソでかいトカゲ見てさ、大興奮したわ。この道をまっすぐ歩いて行ったら、昨日バスを降りた潮町桟橋だ。うんうん。つまりお前が自分の家に逃げ帰りたくなるまで行く必要のない場所ってこった。いいか、どんなことがあっても潮町桟橋にだけは行っちゃいけないからな。それじゃあまるで僕が行ったら困ることでもあるみたいだね。え？まあ秘密基地はあるよね。そんなことあるわけないじゃん。で、こっちにどんどん行くと島のメインストリート。でも合言葉かなんか必要なんじゃないの、確か。
まあ、一旦物置入りたいけど無理か。精霊の木はこっちさ。精霊の木？なんか神秘的やん。お、いるね。この祠はすっごい古いんだって。みんな白 T。 じいちゃん曰く、じいちゃんのじいちゃんがまだ子供だった頃、ばあちゃんのばあちゃんもやっぱり子供だった。それで？そんな時代にこの祠の中から一貫の古文書が見つかったのさ。それによると、この祠は当時島を治めていた水軍が航海の安全を祈るために作ったものらしいんだ。うーん、そしてその古文書には隣に生えてる精霊の木のことも記されていた。これカブトムシポイントっぽいな。私がその大きな大きな木の下に立って、頭上に広がった緑の梢を見上げると、そこには夏の風と眩しい陽光が静かに踊っている世界があった。いいね。なんでこの木は精霊の木なの？その理由はわからない。でも昔この辺りの海を航海してた人々にとって、この大きな木は灯台の代わりにもなる目印のような役割だったみたいだよ。あとこの木にはもう一つ、この島の他の木にはない大きな特徴があるんだ。もしかするとクワガタやカブトムシの木？お、興味あんの？じゃあその辺は自分で確かめてみな。というわけで俺は次の、皆まで言わないところがいいよね。お前も遅れるんじゃねえぞ。兄ちゃん、自分家の店のものを盗んで友達に売りつけるなんてよくないよ。終わってるなこいつ。いいか、モン消し30個全部揃えるなんてすっげえ難しいんだぞ。とにかく金いるやん。確かに30個全部揃えるのは大変だけど。で、いきなりだけど、お前誰？僕は僕。俺ペッタン。僕はジュニア。俺ら兄弟なんだ。そこんとこよろしく。ペッタンとジュニアね。まあ、確かにモン消しとかさ、そういうコレクション系、自分の店が売ってたら欲しくなるよね。俺も遊戯王カードを集めてた時に、そう、なんか駄菓子屋とかで売ってるとことあるじゃん。あの駄菓子屋の子供とか羨ましかったもん。いつでも買えんのかなって。実際そうじゃないんだよな。そうかな。この後ろに見えるのがこの島で唯一の郵便局。友達のトモコのお父さんがちまちまやってんだ。トモコって誰だっけ？ま、いずれ僕ちゃんも覚えるって。そして次が本日のメインイベント、吉田商店だ。俺この辺自転車で走った覚えあるぞ。ねえ、なんで遠くから見てるの？シッ、声がでかい。いいか、普段用事がないときはここにはあまり近寄らないようにするんだ。なんで？この吉田商店にはたまに珍しい門消しが入荷するんだけど、いいか、間違っても俺より先に見つけたり買ったりしちゃいけねえからな。だから近寄っちゃダメなんだ。それじゃあまるで僕に門消しを買われたら困ることでもあるみたいじゃないか。はあ、バレバレじゃん。そんなことあるわけないじゃん。もう二重人格か。こっちにどんどん行くと島のメインスポット、娯楽の殿堂、こっち島海水浴場。思ってるしょぼ。この辺は島と島の距離が近いから、泳ぎに自信があるなら隣の島まで泳いで行って上陸することもできるんだ。ま、いろいろコツはあるけどね。隣の島までなんて泳いで行けるわけないじゃないか。あー腹立つな。行けるって言ったら行けるの？無理だよ。行ける？無理。なんだろ、我々のライバル心はどんどん高まっていった。なるほどね。まあいいよ。いいかお前、あんまり俺に逆らったら大航海時代だからね。お前それ別の作品や。弱虫け虫泣きっ面に。うっかり八兵衛だ。お、やるじゃん。バカにはバカなふりしてこう。蜂ってなんだとか言われそうだから。なんだこれ、シャワー？天国のシャワーですか？T シャツごといけるんだ。これでも気持ちいいだろうな。
ぬるそう。暑かったらぬるそう。吉田商店。たださ、これ、金集めないといけないよね。一旦やってみるか。なんか難しそう。ルール見とけばよかった。ゲームスタート。でようわからんのや。これで移動して、新しい線を描く。どうすればわかんないけど、だから、なんか陣取りゲーム的なことなんじゃないのこれ。え、終わった？ちょっとずつ、陣地取ってく。あ、わかったわかった。ほら、赤い玉に当たる前に陣地取れよっていう話か。やべ。赤い玉と、この、なんか、ウェーブ的な、あれに当たる前にっていうことでしょ？で難しくない？これ。こっち来る。やばい。やばい。やばい。こっち来る。助けて。おー、死にきた。いや、クソだった。クソ無事、これ。でも、なんとなくやり方分かったんだが、ウェーブが強すぎない？これ。2260。もうちょっとやらしてよ。マジか。これ名前むずすぎだろ。な、ほら、よくあるな。格ゲーとかでも、一番上めんどくさいから AA にするみたいな。そういうパターンね。ちょっと俺極めてこう。やり方がむずいわ。よ、いらっしゃい。おや、初めて見る顔だね。これ千葉シーリア。昇進旅行でさまよい歩いたよ。僕、昇進旅行で日本中をさまよい歩いたんだ。意味わかんねえで言ってんだろ。うちの店のコロッケやおにぎりは栄養満点で夏バテ防止にはぴったりだ。以後ごひいきな。夏にコロッケってあんまりあんまりだよね。高えよ。待って、水槽ある。え、もしかしてこれに魚入れられたりする？いや、500円は欲しいね。ちょ、お金貯めてこう。だ、瓶引き取ってもらうってあるから。はい、バイドリー。瓶取ってくればいいんじゃない？毎日遊びに来てもいいぞ。一旦これ、中入れさせて。なんかねえか？奪えるもん。新製品。なんだろうね。水にしか見えないけど、普通の。それ上かな？なんかねえか？奪えるもんねえか？お、自転車だ。これ多分乗れるよね。そうだよね。まあ、今回は一旦乗らずに、すげえこの画角。赤い大きなポストがある。誰か働いてるかな？あ。仕事中でした？はいはい。こんにちは。こんにちは。おや？君が僕くんかな？なんで僕のことを知ってるの？おじちゃんは郵便屋だから。いろんな人からいろんなことを小耳に挟むんだ。耳に挟む？おじちゃんって器用だね。この仕事は忙しくて手が足りなくなることが多いからね。無視されてます。ああ、そうそう、説明するのめんどくさいもんね。自転車、おじちゃんが使ってないときは乗っていいよ。うん、ありがとう、おじちゃん。私はこのおじさんにこっそり郵便ひげというあだ名をひでえな。は？何か言ったかな？うん、ありがとう、郵便ひげ。何も言ってないよ。でも郵便ひげの自転車なんか透明になってるけど、ステルス性高い。山行ってもいいな。でもモンキチを捕まえるか。捕まえられるのかな。無理か。あ、行けそう。いや、どっか行った。行ける。なんかバッタだこれ。違う、そう、振り下ろし。やったぜ、少量バッタ。占みしじみ王冠だ。そんな色だった？でも紫じゃなかった？お、金消しか、あ、門消しか。スモールキャリア。え、待って、そんなところにあるの？これはちょっとだけ珍しい門消しだ。え、そういうところにあるのきつくねえか。海も入れるけど、入っていくか。じゃぼーん。ああ、酸素ゲージなんだ。なるほどね。
結構減り早いぞ。見えてます。ビール瓶、ああなるほどね。しかもスタミナも回復していく。これで金稼げんだな。これまた違くね。光が違え。あ、モン消しだ。ザヒマワリ。モン消し集めれば集めるほどさ、スタミナ増えたりはしないの。おお、なんかありそう。待って、BGM 変わった。待って、やばい。まずい、まずい。やばい、死ぬて。1。あぶねえ。やっぱ深すぎると、あれだね、酸素の減りが早い。よし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 。僕は水の中で少しだけ息が続くようになった。やった。5本ぐらい取ったら強化されたぞ。やべ、取ってくれ。と、ナイス。あぶねえ。このパンツハキハキモーションでキャンセルされるのがきつい。お、これ上がれるってことだ。上、はい、上行こう。よしよしよし。お、どうもびっくりしたこんにちは。違う、海じゃない。まだお姉ちゃん。こんにちは。ねえ、なんでこんなところに立ってるの。逆にびっくりだよね、初対面がこれだからね。落ちちゃうから。あなた、太陽くんのところに遊びに来てる子でしょ。うん、そうだけど。私は向かいのあっち島に住んでる白谷智子。あ、そうなんだ。私のことをみんな姫って呼ぶよ。なんで姫なの。よくわからないけど、もし男の子だったら殿だったんだって。サークル壊さないでね。なんかさ、お屋敷あったよね、あそこの子かな。こんにちは。あなた僕くんでしょ。あれ、なんで僕のニックネームを知ってるの。マメは何でも知ってるんだ。マメちゃん。君の名前は川沼メイ。ちっちゃいからみんなマメちゃんって言うよ。それ大丈夫、悪口じゃない。ねえ、あなたの未来のこと当ててあげる。出たー。なんだそれ。占い少女だ。マメは本当に何でも知ってるんだ。じゃあ僕が大人になったら何になるか当ててごらん。へえ、それじゃあ当たっても正解かどうかすぐにはわからないじゃない。そうだね。こうしよう。昼間は今日あなたがどこへ行けば楽しいか、夕方なら明日あなたがどこへ行けば楽しいか予言してあげる。うんうん、なるほど。それならすぐに当たってるかどうか確かめられるもんね。じゃあ行きたいところが思いつかないときはマメちゃんから教えられた場所に行ってみるよ。うん、いいね。それがいいよ。ではまずマメが1から6までの数字を完璧に選ぶね。今日は4。1、2、3。なんかどこ行ったら楽しいかっていう表現がいいな。で、次はその見えてるところから僕が数字を選ぶんでしょ。そうよ。で、この赤い丸は今日のおすすめマーク。はい、いっぱいやるー。ちょっともう時間ねえよ。いっぱいやるー。じゃあ1でしょ。こっち島全体。あな、誰かがあなたを案内してくれるみたい。あ、もう、え、もう終わったよね。どう、当たってると思う。さてと、マメの予言まだまだ聞く。はい、終わったイベントもあれなのか、言われんのか。塩町桟橋まだ行ってねえや。え、船長さんのところ、まあ、当たってそうではある。あっち島。あっち島は、まあでもこれはいつでも行って良さそうだな。最初は船に乗っていくのがおすすめ。まあ、明日以降にしようか。じゃあ、予言を聞きたいときはいつでもどうぞ。マメは本当に何でも知ってるんだ。まあ、その日にしかできないイベントは回収したいけどさ。なんかいつでもいいよっていうイベントも赤丸ついてそうだしね、これ。そういう場合は、まあ、出社選択。これ秘密基地やん。なんか、珍しいのいねえか？ニューいねえか？ここニューっぽい。ニューなのに、ドラム缶に座れる。これ、奥、奥で座れなくね？おい、頼む、こっち来てくれ。無理だ。届かん。一応話しかけとくか。もう一回。ライバル視して終わったけど。話しかけるのむず。いや、そうだよね。ライバルだよね。
アナログスティックでも移動できんだな、これ。知らんかったわ。まあ、そりゃそうか。PSP だし。ソロ墓地6時になるしな。お姉ちゃんの様子とか伺いに行く？お姉ちゃんだって夕方にしか起きてこないんだもんな。さて、部屋にはいない。1階かな。なんだろうね。カゴの中に衣類が入ってる。服多いな。ちゃんと片付けるよな。僕、なんか独り言がワイルドだよね。とても大きなタンスがある。推しのセビロや洋服が入っているのだろうか。セビロ知ってるんだ。おばあちゃんのお化粧道具。ちょっぴり不思議な匂いがする。まあ、子供にはまだ早いよな。あ、お姉ちゃん。漫画姉ちゃんが漫画読んでるわけだが、なんか文句ある。いや、ないです。電話と使い込まれてボロボロになった古い電話帳がある。新しいやつに変えろよな。ちょいちょい本音がな。あ、ご飯だよ。なんとかしろよなみたいな。多分友達の口癖がお父さんの口癖が映ってんだろうな。よっしゃ、じゃあ食べよう。なんだろう。いただきます。あんかけ卵みたいなある。お、あっち島やね。あっち島なんか工場区っぽいよね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よく港にあるもんね、ああいうの。松井ゆりなの。いいなぁ。食後に、おしんことビールっすか。いい風呂だった。夏はやっぱこうじゃないかな。おじちゃんってどんなお仕事なの？え？俺？宇宙戦艦作ってんだ。なんだそれ。船さ、造船所。いやでもそれもすごいけどね。興味があったら毎晩ここに来な。おじちゃんの仕事の話少しずつ聞かせてやっから。え、いいじゃん。またアイス食ってる。そっちじゃない。そっちじゃないんだが。なんて言いこぶったりしてね。見られてますよ。いや、バリバリだったじゃん。僕ちゃん、お魚を釣ったら、夕方台所におばちゃんのとこに持ってきてね。夕方ね。相変わらずあいつは見せてくれない。今日は誰と入れるかな。まず歯磨きしてから行こうか。お、僕なら一緒にお風呂入る。もう入るんじゃん。ちょっと恥ずかしいと思うけどな。はあ？オタクが後から入ってきたんや。全然サービスも何もなかったわ。まだちょっとね、親密度が足りんのかもしれん。まあでもさ、こんだけ年離れてたら別に気にしないよな、正直。ちょっと夜散歩しに行こうかな。怖いなぁ。でも吉田商店ぐらいなら遊びに行けない距離でもないよね。うん、何これ。今なんか出なかった？え、どれ？全然見えん。これか、コンクリブロック。ここにあんのね。なんかいるかな？いよいよコンクリ。チェ！何にもいないや。なんもねえや。期待したのに。女の子の足の爪とか入ってるかも、と思ったんだけど。じゃあ、お兄ちゃんが泳いで、あっくんが怒ったママに海に捨てられちゃったもん消し全部拾ってくればいいや。お前、俺があんまり泳げないの知ってて言ってるだろ。だからもん消し落ちてたんだな。よっしゃい。瓶引き取ってもらおうか。45円、いいね。ジュース瓶だけな。乗船切符5枚で150円。いやー、1枚売りしてほしいな。これないといい。あっちしてもいけないのかな。もんちょこもある。何がいいんだろう。でもプラスチック水槽こんだけ高いんだから買っときたい。ここの島夜になると真っ暗だからあんまり派手に冒険すんじゃねえぞ。はい、マイダリー。はいよ、何も買ってねえよな。忠告だけは受けとこう。こういうさ、街灯に虫寄ってきてんじゃねえの。海とか入ったら多分暗すぎて何もわかんなそう。怖いよね。なんか今いなかった？なんかいない？なんかこの黒いの。サソリみたいな。やったぜ！
ガザミだ。これ餌になりそうだね。どこまでこのラジオの音聞こえる？アイドル恋愛相談室。こっからかかってたんだ。毎日暑い日が続きますが、お兄ちゃんどこだ？お元気ですか？夏はそろそろ寝なきゃな。あ、トモコ姫に会った。髪が長くてちょっと年上の女性。いいね。ちょうどいいんじゃない？結婚したら僕が殿様。いいじゃん、これ。狙ってますよ、と。豆ちゃん。豆ちゃんは簡単にしろ。幼女には興味ないからね。一緒にお風呂入ったよ。もう鳴らしたか、お前。服を脱いでお風呂に入ったら、お姉ちゃんがいたんだ。大体わかるけどね、人の気合ぐらい。今日女の子しか書いてねえ、こいつ。やり手だな。それじゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。思ったより投げる、これ。